な、田村塾ってさ、実際どんなことすん、うん、段階があるんよ、うん、あれやって、やって実践する、うん、で、これやって実践する、で、あれやって、で、こう段階あるやん、こう段階、うんうん、あれやってうまくいって、これやってうまくいって、これやってうまくいってで変化を自分で感じるんよ。あ、なんか変わってきたっていうの。で、お客さんの反応が良くなっていってるってこと。そう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 。で、元請け半分、下請け半分ぐらいになってくるやん。気がついたらもう元請けの仕事がこうなら列が並んどるというか、お客さん待ってもらってる状態で 100% 元請けになっとった。でもそれも早すぎたんやって、うん、1ヶ月半とかで俺らの場合だったらそうなってしまったわけやん、うんうんうん、だけん考える余地がなかった。とりあえずやってみてっていうのに一生懸命なるうちに、そう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 、脱下請けみたいな、そうそう、そんな感じ、そんな感じ。俺みたいに出よる人って田村さんと連絡が取りたいとか困った時に連絡ができるのに、どうしても夜遅くなってしまう。夜、例えば9時に連絡 しました、連絡が取れませんでした、でも次の日回るかっていったら回らんと、10時だろうが11時だろうが12時だろうが連絡が来るんだよ。何かありましたか、何かありましたかっていうのを聞いてくれるけん、困ったところをその場ですぐ解決というか相談乗ってくれるのがありがたいので、そこがすごいこう親身になって考えてくれるなとは思うね。